狼は眠らない。始めます。第48話、復活。1。レカンはご機嫌だった。白魔の足輪の性能が素晴らしいものだったからだ。鑑定で読み取れた音調の内容は、前方20歩先に転移する。転移は障害物に妨げられない。転移先に物体がある場合は、それを避けて転移する。走行していれば転移距離が伸びる。この音調は、1日に3度だけ発動するというものだ。基本転移距離は20歩。立ち止まった状態で、足輪の音調を発動させると、20歩前方に転移する。この世界の一歩は、大人の男が、思い切り、大きく足を踏み出した時の距離で、10歩の距離を実際に歩くと20歩になる。以前ノーマに聞いたところでは、もともとは、右足を踏み出し、次に左足を踏み出し、その両方を合わせて一歩と呼んだのだそうだ。しかも、暗記の呪符でもそうだったが、資源の音調品で定義される一歩は、現在の一歩より4割ほど長い。つまり、白魔の足輪の最低移動距離は、レカンの身長の14倍以上ある。レカンは、転移権を持っている。ツボルト迷宮で得た品で、この剣にも、転移という音調がついている。こちらの方は、移動距離は、一歩から、5歩程度で小回りが効くし、日に何度でも使える。少し考えると、対人戦では、転移剣の方が、白魔の足輪より便利なように思えるが、実際には違う。転移剣は剣なので、持つだけで片手が塞がってしまう。これ自体大きな欠点なのだが、空振りしないと音調を発動させられない。つまり、丸々攻撃1回分の動作を無駄にしなければならない。その上、障害物があると音調が発動しない。だから、戦っている相手の後ろ側に飛ぶことはできない。ところが、白魔の足輪は、足に装着し呪文で発動するので、攻撃力を低下させずに使える。そして、障害物の向こう側に飛べる。しかも、助走をつけて飛べば、非常に長い距離を飛ぶことができる。いろいろ試してみたところ、100歩程度は十分に飛べることが分かった。それ以上の距離を飛ぼうと思えば、さらに速い速度で走らなければならないが、それをやると転移した後、うまく着地できないし、飛んだ後、正面にあるものに衝突してしまう。この音調を使いこなせば、強力な敵と相対した時、20歩手前から、一気に至近距離に転移できる。つまり、真正面から不意打ちができる。また、多数の敵と戦う時、一気に、敵の指揮官の前に出現して倒すことができる。3度連続して、使えるのが、何とも使い勝手がいい。建物の中に転移で侵入することもできるし、脱出することもできる。相手から逃げる時にも役に立つ。レカンは、夢中になって、白魔の足輪の性能を検証した。その結果、この品の音調は、体の正面にのみ発動することが分かった。後ろには飛べないのだ。また、地面に沿った方向にしか発動しないことが分かった。岩壁を駆け上がりつつ、音調を発動させても、上空には飛べない。試しに仰向けに寝た状態で音調を発動させると、足が向いている方向に転移した。転移すべき位置に障害物があると、その向こう側か手前に転移する。障害物の中心より、向こう側に転移地点があった場合には、障害物の向こう側に、障害物の中心より、手前に転移地点があった場合には、障害物の手前に出現するようだ。障害物が大きすぎると、音調が発動しない。ただし発動回数は減ってしまう。いろんな場所で実験してみたが、かなり幹の太い大木でも飛び越えられた。いずれ城壁や石積みの塀でも検証するつもりだ。当面の目標は、静止状態での転移に習熟することだ。中途半端に走りながら転移すると、距離が読みにくい上に、転移した後体勢が崩れやすい。静止状態で転移すれば、転移した後も静止状態だ。地面から、ごくわずか上に出現する。着地した後、どのような動きも可能だ。レカンは、立体知覚と図鑑を持っている。この二つの技能は、白魔の足輪とは相性がいい。普通の冒険者が、白魔の足輪を使おうとしても、建物の中に飛び込むにはかなり勇気がいる。壁の向こうに何があるかわからないからだ。また、混戦状態の中で転移しても、転移した場所がどうなっているか、わかりにくいだろう。図鑑は、迷宮の中で自分が今いる階層や、建物の中で自分が今いる階を俯瞰することができるので、転移でどこに飛べるかを、正確に把握することができる。立体知覚は、建物の外から、その中を探ることができるし、大勢の人が入り乱れている中で、どこに隙間があるか、的確に教えてくれる。
レカンは、白魔の足輪をはじめ、今までに得た恩寵品の性能を検証しつつ、マシャジャインから豪華を目指してゆっくり移動した。水星切りの魔法場の練習にも時間を注いだ。街道は通らない。今や、豪華に向かう街道は、以前より、ずっと人通りが多い。人目につきたくはなかったのだ。ある夜、森の中で眠りにつこうとした。あ、しまった。水星切りが、インテュアドロの首飾りを素通りした理由を、おばばに聞くのを忘れてた。また、パルシモに行ってシザに質問すれば、多分理由を教えてもらえる。ただ、今度パルシモに行くときには、もう一度パルシモ迷宮に挑戦したいのだが、今のレカンでは、白炎狼に勝つことは難しい。シザは前回のようには戦えないだろうし、そもそも、この次パルシモ迷宮に潜るときに、シザに同行を頼む気はない。前回は、レカンとジザとアリオスとユリウスとエダと、そしてウィーが揃っていて、初めて迷宮を踏破できたのだ。しかも、あの時の戦いは、勝ったと言えるようなものではなかった。不思議なことだが、レカンには、白炎狼が勝ちを譲ってくれたようにしか思えなかった。というより、こちらの健闘を認めて戦いをやめてくれたように感じた。まあ、あいつは、迷宮の隠れた主みたいなものらしいから。今頃は再出現してるんだろうがな。あいつと再戦するには、まだまだ力をつけなくちゃならん。当分先の話だ。その時、突然、強大な何者かが近くに出現した。圧倒的な魔力と生命力を持つ何かだ。レカンは跳ね起きた。夜の森の闇の中に、一匹の巨大な狼がいた。黄金色に、ランランと輝く目。美しく神秘的な白銀の体毛。想像を絶するほどの魔力は体から溢れ出し、青白い炎となって身を包んでいる。白炎狼である。2. 白炎狼は口を開けると青い火の玉を吐いた。火の玉は凄まじい速度でレカンを襲い、インテュアドロの首飾りの障壁にぶつかって爆発した。レカンは身をかがめてキオウグマの街灯をつかむと、くるりと振り返って駆け出した。後ろから飛んできた2発目の青い火の玉が首飾りの障壁にぶつかって爆発する。夜の暗い森の中をレカンは必死で走った。戦うことなど考えなかった。この相手には勝てない。今は魔法攻撃しかしてこないから、首飾りで防げているが、こんな桁外れの威力の魔法を叩きつけ続けられたら、そのうち障壁は消滅する。そして、白炎狼の物理攻撃は、魔法攻撃以上に恐ろしい。今レカンは、竜皮の鎧を着ているが、白炎狼の爪や牙にかかれば、あっという間にズタズタにされてしまう。ソルアスクルトメンラ。飛び上がりながら呪文を唱えると、レカンの体は消え、100歩以上離れた場所に出現した。着地した瞬間、足を取られて転倒しそうになったが、なんとか足を送って転倒を免れ、さらに走った。十分に加速してから、もう一度呪文を唱えた。ソルアスクルトメンラ。今度は、転移した後転倒したが、ゴロゴロ転がりながらすぐに起き上がり、またも走った。そして、さらに呪文を唱えた。ソルアスクルトメンラ。飛び上がりながら呪文を唱えると、レカンの体は消え、100歩以上離れた場所に出現した。着地した瞬間、またも足を取られて転倒したが、すぐに起き上がり、さらに走った。襲われたのが夜だったのが幸いした。白魔の足輪は、一日に三度使えるのだが、新しい一日の起点は日没なのだ。古代人は、日が落ちると、新しい日が始まると考えていたのかもしれない。今日は、まだ、足輪の検証はしておらず、転移を3回使うことができたのだ。生命感知の探知範囲を最大限後方に移動したが、もはや、白炎狼の巨大な反応はない。つまり、2500歩以上引き離したことになる。このまま走り続ければ逃げ切れるだろう。その時、前方に白炎狼が出現した。ガゼよ。レカンは、思い切り魔力を込めた突風を白炎狼に横からぶつけ、その横を走り抜けようとした。だが、そのお返しに、白炎狼は、口から、青白い火の玉を吐いて、レカンの足元の土を吹き飛ばした。うわ。今、まさに足を踏み下ろそうとした場所に、突然大きな穴が開いたのだから、さすがのレカンも体勢を崩して、地面に叩きつけられた。そこにすかさず、青白い火の玉が飛来して、首飾りの障壁にぶつかって爆発した。くそ。そういえば、こいつ、天衣持ちだった。こんな距離を一気に飛べるのか。起き上がりながら、心の中で悪態をついた。逃げることは不可能であるようだ。
となれば戦うしかない。白煙狼は攻撃を止め、目を細めてレカンを見ている。いや、首飾りを見ている。回復。レカンは呪文を唱えて、くじいた足を治療した。白煙狼は4度吠えた。頭上に4色の魔法陣が出現する。レカンは天威剣を取り出し、左手に持った。4色の魔法陣から魔法攻撃が放たれ、首飾りの障壁に防がれた。恐ろしいほどの魔力量だ。白煙狼は邪魔な障壁を消し去るための飽和攻撃を始めたようだ。レカンは水星切りを取り出し、魔力を送り込んで魔法場を生成した。最低の長さである2倍だ。現在のところ、この長さが最も安定しているし、発動時間も長い。白煙狼に対しては狼おにぎりは役に立たなかった。アゴストの剣ならダメージを与えられるが、重すぎるし長すぎるので、1対1で、この素早い相手と戦うには不向きだ。白煙狼が浴びせ続ける魔法攻撃のため、肉眼では何も見えない。ただ荒れ狂う光と熱が目の前で踊っている。それ以上、何を考える間もなく、障壁が消滅した。レカンは、左手の天威剣を振った。レカンが今までいた場所が、魔法攻撃で破壊される。レカンは、白煙狼のすぐ右側に出現し、水星切りを振り下ろした。白煙狼は、素早く向き直って口を開いた。その口に水星切りが叩きつけられる。激しい手応えがあった。通った。確かにダメージが入ったぞ。レカンは天威剣を投げ捨て、もう一度攻撃を加えようと、両手で水星切りを振り上げた。だが、白煙狼は驚くべき機敏さで、それをかわした。逃げた白煙狼に、さらに、レカンの剣が迫る。白煙狼は、巨体に似合わない素早さで、またも剣をかわす。レカンが今まで戦ったあらゆる敵に勝る素早さを、この神獣は持っている。次の瞬間、レカンの振るった水星切りが、まともに、白煙狼の頭部を捉えた。ところが、白煙狼は、痛がりもせず、目を見開いたまま、レカンをじっと見ている。何？今度はダメージが入っていないだと？いや、それどころか。水星切りの魔法場は、よく見ると、白煙狼が身にまとう青白い炎に食い止められている。普通、魔法場は、相手を断ち切るか、素通りするかであり、食い止められるということはない。あるとすれば、ゾルタンとの戦いの時にあったように、匹敵する魔法密度の魔法場で受け止めた時だ。こいつは、水星切りの魔法場に匹敵する密度の魔力で自分を守っているのか。以前戦った時、白煙狼は対魔法障壁を張ったが、ああいう障壁は、至近距離では発動しない場合があるし、そもそも今回障壁を張る時間をレカンは与えなかった。だが、白煙狼には、こんな防御手段もあったのだ。一体、こんな相手とどう戦えばいいのか。一瞬だが、レカンは呆然とした。こうした高速戦闘の中で、それは致命的な隙と言える。わずか一歩ほどの距離から、白煙狼が青白い火の玉を吐いた。3。レカンは、反射的に、水星切りを引き寄せて身を守った。青い火の玉は、水星切りの魔法場にぶつかって爆発しつつ、弾かれて軌道を変え、レカンの右後方に飛んでいった。直撃したわけでもないのに、レカンは、顔をえぐられたような感覚を覚えた。まともに当たれば即死する攻撃だ。レカンは後ろに飛んだ。白煙狼は、息を吸うような仕草をして、それから口を開いた。口の中では、青白い炎が揺らめいている。多分口から吐く青白い火の玉は、こいつの得意な攻撃だな。お気に入りの魔法で俺にとどめを刺すつもりだ。心にくいほどのゆとりを見せて、白煙狼が、青い火の玉を吐いた。レカンは、それを正面から受けた。水星切りで、そしてまっすぐ打ち返した。青い火の玉は、水星切りに衝突して爆発を起こし、弾き返されて、白煙狼の顔面を直撃した。ギャウン。白煙狼の悲鳴だ。以前にも聞いたことがあるが、今度の悲鳴は大きい。それだけ聞いたのだろう。白煙狼は動かない。ブスブスと、顔から煙が立ち上っている。顔は黒く焼けただれていて、黄金色の瞳が、異様な光を帯びている。そして、白煙狼は口を歪めた。笑ったのだ。狼が笑えるものだとは、この瞬間まで知らなかった。残忍で獰猛な笑いだ。そのまま白煙狼は消えた。夜の森は、静けさを取り戻し、
レカンをおののかせた圧力は消え去った。レカンは崩れ落ちそうになるのをこらえながら、身を折って荒い息をついた。ぜいぜい、はあはあと、大きく肩を揺らしながら呼吸をする。手は、冷や汗でべっとりしている。収納から水筒を出して水を飲むと、額や体中から汗が吹き出した。しばらくして呼吸が落ち着いてくると、レカンは、かつてシーラと交わした会話を思い出していた。やれやれ。まあ、仕方ないさね。潔く、つけた火に炙られるんだね。なんだ、それは？昔話だよ。旅人が森で炎狼バンジェ、つまり、炎、パンを吐く狼、ジェトで食わしてね。炎狼につけさせた火で炎狼を焼いて食っちまう話さ。炎狼という魔獣がいるのか。そっちかい。魔獣じゃないよ。神獣さ。正しくは炎狼じゃなくて白煙狼するバンジェというんだけどね。実際に見た人はいないよ。そういう伝説があるだけさ。伝説だ、とシーラは言っていたが、多分、実際の出来事が元になっている。かつて、白煙狼と戦い、退けた冒険者がいたのだ。どうやってかわからないが、白煙狼自身の攻撃を打ち返して。だが、そうすると、その冒険者は、白煙狼を倒して、その肉を食べたのだろうか。食べたというのは物の例えで、強さを食ったということかもしれんな。俺も、いつかあいつを食ってやる。しかし白煙狼は、どうして俺の居場所が分かったんだ？そもそも迷宮の主がどうして地上に現れるのだろうか。そんなことは聞いたこともない。だが、旅人が白煙狼に会ったという昔話は、白煙狼が地上にも出現したことを表しているようにも思える。すると今のは、迷宮であったのとは別の答えか？それなら、一応理屈に合う。だが、レカンの直感は、その理屈を信じていない。あれは、パルシモ迷宮であった、あの白煙狼だ。しかし、あの個体は倒したのではないのか。すると再出現するとしても、すでに別の個体なのであり、前の個体の記憶を持っているわけがない。いずれにしても、パルシモ迷宮で白煙狼を倒したレカンのもとに、突然白煙狼がやってきた。これが偶然であるわけがない。何しろ、白煙狼は、実際に見た人はいないと言われるほど今では珍しい存在なのだ。待てよ。レカンは自分の収納の中に白煙狼の毛皮があるのを思い出した。あれか？あの毛皮か？あの毛皮を目印にしてさっきの白煙狼は現れたのではないのか。そう思いついた。特に根拠はないのだが、考えれば考えるほどそれは正しいという気がする。おばばはあまりに簡単にレカンに毛皮を譲ってくれた。あの時は毛皮が欲しい気持ちでいっぱいだったからそこまで考えが及ばなかったが、後から考えていぶかしく思ったのである。白煙狼はパルシモに住むおばばにとって特別な神獣だ。パルシモ迷宮の守護神と言って良い存在だ。そうでなくてもあれは研究者であるおばばにとって最高に魅力的な素材だったはずなのだ。その毛皮をアーもあっさりとレカンにくれた。そもそも、おばばは、白煙狼が出現した時には驚いていたが、後になると、その事実を受け入れていた。アリオスに、迷宮の主が白煙狼に変わったことには、何か条件があったのだろうかと意見を求めてさえいた。多分、モルフェス一族には、何らかの形で、白煙狼の伝説が伝わっていたのだ。そして、得た毛皮を持っていると、良くないことが起きると伝わっていた。例えば、その後復活した白煙狼に付け狙われるとかの良くないことが。だから、これ幸いと、レカンに毛皮を委ねたのではないだろうか。一筋縄でいかない老婆だと分かってはいたのだが、もしかするとはめられたかもしれない。この次パルシモに行ったら、問い詰めねばならない。そして、同じことを問いたださねばならない相手が、ウォーカにもいる。4. 一度は気持ちを高ぶらせたレカンだったが、ウォーカに帰り着く頃には、すっかり落ち着いていた。シーラが年老いていることは間違いない。国が滅びてからでも300年は経っているんだから。年齢は350ぐらいか、もう少し上かもしれん。強く見せかけてはいるが、今は若さを失い、本当はひどく衰えている。それに孤独だ。知り合いとは死に別れ。人間ではない化け物になって、人目を避けながらただ一人で生きながらえているんだ。少しぐらいはいたわってやらんとな。ウォーカに着いたレカンは、リーコネン地区にあるシーラの隠れ家に向かった。生命感知には、
シーラの姿は映らなかったが、シーラは生命感知からも立体知覚からも逃れることができるのだ。ベランダに降り立って注意深く立体知覚を働かせた。家の中に人がいる。立体知覚の精度を上げ、シーラに違いないと確信した。レカンは椅子に座った。シーラのことだから、レカンの到着に気づいてくれるはずだ。しばらく待つと、茶の準備をしたシーラがベランダに現れた。やあ、お帰り。ああ。今、茶を入れるよ。ああ、すまんな。茶葉を入れたポットに湯を注ごうとして、シーラは手元を狂わせた。こぼれた熱湯は、シーラの左手にかかった。あちち。レカンはびっくりした。シーラが、こんな失敗をしたのを見たことはなかったからだ。おいて、いるんだな。今、目に見えるシーラは年老いている。そして、立体近くに映るシーラも年老いている。この期待の魔女は、滅びに向かっているのだ。レカンは、少ししんみりした気持ちになった。あれあれ。やけどしちまったね。玉の肌に傷がついちまったよ。直しておくとするかね。ジョーカフィーラ。いつの間に取り出したのか、シーラの右手には細杖があった。その杖の先に、真っ青で、美しい光の玉が出現し、やけどした左手を癒した。枝のジョーカとは、やはり違う。スカラベルのジョーカと比べてさえも、さらに深みのある色をしている。おそらく、これは最上級のジョーカだ。それから、シーラは、何事もなかったかのようにお茶を入れ、レカンに差し出すと、自分も椅子に座った。レカンは、シーラに茶の礼を言い、収納から、混沌のマローの魔石を取り出すと、テーブルに置いた。パルシモノジザ・モルフェス老師から、あんたへの贈り物だ。この時に至って、ようやく、レカンは、自分が感じていた違和感の正体に気づいた。ジョーカだと？レカンは、右目を大きく見開いて、シーラを見た。今、あんたは、ジョーカを使った。使ったね。だが、あんたは、ジョーカを使えないはずだ。おや、そうかい？妖魔であるあんたは、ジョーカを使えば、身を滅ぼしてしまう。だから、あんたは、この300年以上、ジョーカを使ったことはないはずだ。実は、一度試したことはあるんだけどね。ほんの少しだけ。危うく消えてなくなるところだったよ。だが、あんたは、今、ジョーカを使った。多分、スカラベルのジョーカもしのぐ、最上級のジョーカだ。なぜだ。なぜ、妖魔に身を落としたあんたが、ジョーカを使えるんだ。師匠に面と向かって、こんな失礼なことが言えるやつも珍しいね。まあ、そこが、あんたのいいところだけどね。幻覚、なのか？俺は幻覚を見せられたのか？あんたは、もっと、自分の感覚を信じた方がいいよ。じゃあ、これはどうだい？シーラが、小さく呪文を唱えた。すると、レカンの生命感知にシーラを示す光の点が現れた。相変わらず、とてつもなく強大な光だ。だが、以前とは違いがあった。赤色だったのだ。赤、だと？そんな、バカな。生命感知には、人間は赤く表示される。鳥獣無視魚は緑に表示される。そして、魔獣は青く表示されるのだ。初めてシーラにまみえたとき、普通の人間ではなく、強大な妖魔の類だと知ることができたのは、シーラの存在が放つ光が青かったからだ。まさかシーラは、レカンの生命感知に、偽りの色を表示させる技を編み出したのだろうか。だが、そんなことができるものなのだろうか。いや、仮にそうだとしても、ジョーカのことは説明がつかない。冷める前に飲んだらどうだい。ああ。レカンは茶を吸った。口に溢れる旨味と潤いが、不思議なほど心を落ち着かせてくれた。一体何がどうなっているのか、教えてもらえるんだろうな。もちろんさ。恩人であるあんたには、ぜひ聞いてもらわなくちゃならない。恩人だと？そうさ。シーラは、一口茶を飲んで、と息を吐いた。さて、と。最初から話すよ。ああ。さてと。あんたが、私の弟子になって一ヶ月目のことだ。あんたは、私が魔女エルシーラだと言い当てた。ああ。あんたは言ったね。この町の門をくぐったとき、私の存在に気づき、しかも、私が普通の人間じゃないことを知ったと。ああ。あんたには、広い範囲にわたって、人間と動物と魔獣を探知する能力があって、その能力では、人間は赤く、動物は、緑に、魔獣と妖魔は青く表示される。この町に入った時、
大きな迷宮の最下層の主かと思うような、強く青い光があって、それが私だったと。そうだ。龍種に匹敵するような光だ。その言葉が、私に、どれほど衝撃を与えたか、あんたにはわからないだろうね。そんな風には見えなかったぞ。真の像が止まっちまうかと思うほどの衝撃だったよ。いいかい。私は、確かに普通の人間じゃない。不死化の秘術によって不死人となった人間だ。でも人間なんだ。そのことを疑ったことなんてなかったんだよ。ちょっと待て。あの時あんたが言った。竜貴族の妖魔は、元は、人間の場合がある。私もそれと変わらないだろうね。確かにそう言った。やっぱり、あんた、記憶がいいね。あれは謙遜だよ。謙遜？そうさ。私はあんたに否定して欲しかったんだよ。あんたは、やっぱり妖魔とは違うって。だが、あんたは、不死人となってからは、浄化が使えなくなった。あんた自身がそう言った。そうさ。その通り。私は、不死人になって、浄化が使えなくなっちまった。不死人にとって、浄化は滅びの光だからね。でもね、私は、巨越や白氷姫や闇星のような魂鬼族の妖魔とは違って肉体を持ってる。白勇気や炎邪気や不肉王のような勇気族の妖魔と違って記憶と意志を持っている。心を持っているんだ。肉体も勇気族の妖魔とは違って生きて働いている肉体だ。そうさ、人間の肉体さね。人間は浄化では滅びないだろう。あんたはその一点だけで私を妖魔呼ばわりするのかい。妖魔かどうか知らんが、人なら猿存在であり、妖魔や魔獣と同類だ。少なくとも、生命感知ではそう判定される。よし。その話は一旦置いておくよ。さて、あんたからその話を聞いて、私は改めてこの問題を研究した。あんたのその生命感知とかいう、機能では私は青く映る。ということは、何かしら質の違いがあるんだ。客観的に、人と獣と魔獣や妖魔を区別できる質の違いがね。存在としての客観的な差異があるんだ。いや、生命感知を持っていなければ、その違いとやらはわからんぞ。今まで、その質の違いを見分ける方法はなかったとしても、質の違いがあるんだとわかれば、見分ける方法は編み出せるもんなんだよ。時間はかかったとしてもね。あんたが生命感知でやってることを再現するような魔法や魔道具は、必ず作ることができる。学者たちや魔法使いたちや魔道具技師たちの探求心を舐めちゃいけない。違いがあるなんてことを知ってる魔法使いや魔道具技師はいないだろう。私がいるさ。私が知ってしまった。私は、それを忘れることはできない。だから、私は、その事実から目を背けられない。魔獣や妖魔と人間には、何か、決定的な違いがあるんだ。そして、その違いから言うと、私は、魔獣や妖魔の方に分類される。私は、どうしても、その違いを究明しなくちゃならない。それは、生命とは何かという謎に迫る大きな手がかりになるはずさ。あんた根っからの研究者気質なんだな。そうさ。あんたが根っからの冒険者気質であるようにね。私は、実験を繰り返し、考察を重ねた。だけど、どうしても、その違いというのがわからなかった。だけど違いはあるんだ。あんたの生命感知には、確かに違う色に映るんだからね。私は何度も何度もあんたの言葉を頭の中で反芻し、吟味した。そして重要な手がかりに気がついたんだよ。ほう。あんたが言った。魔力の大きな生命は強い光を放ち、魔力の小さな生命は弱い光を放つと。ああ。最初からそう言っている。変だとは思ってたんだ。あんたは魔力と生命力をごっちゃにしてる。でも、それは、あんたの言葉が足りないんだと思ってた。そうじゃないかもしれないと気づいたとき、私は、根本的な問題に気がついたのさ。根本的な問題？そうさ。あんたが異世界人だということさ。確かに俺は異世界人だが、それが、今の話に、何の関係がある。とりあえず黙ってお聞き。その問題に気づいたとき、私は、あんたに、生命感知が、どのように働くかを改めて確認した。ああ、あれか。あれは、いつだったかな。確か、暗記の呪符について聞いた時だったかな。そうだ。資源の温調品のことを教えてもらった時だ。ということは、今年の1の月か2の月ぐらいだな。
大陸歴118年の1の月の31日差。この日は、この大陸の生命研究史において、記念すべき日となった。私の質問に答えて、あんたはこう言った。魔力とは、生命の根源の力だ。生き物すべてに魔力は宿っている。どんな小さな虫にでもだ。だから、人間である限り生命感知に表示される。その通りだ。それが真理だ。違うよ。何？あんたが元いた世界じゃ、それがルールだったのかもしれない。でも、この世界じゃ血が生んだ。6。いや、違わない。この世界には、魔力を持ってる人間と、持ってない人間がいる。というか、普通、人間は魔力を持っていない。持ってる人間の方が珍しいんだ。それは、魔法を行使できるほどの魔力という意味だろう。魔力がないということは、生命がないということだ。生命を持たない人間などいるわけがない。いたとしたら、それはもう人間じゃない。その信念というか、思い込みが、多分、こんな面白い事態を引き起こしたんだろうね。よくわかんないけど。何？何のことを言ってるんだ？あんた、この世界に落ちたばかりの時、生命感知で感知できない人間がいただろう。ああ。しかも、その中には、かなりの強者、つまり、強い生命力を持った奴もいた。ああ。こんなはずはない、とあんたは思った。それで、相手のごく近くで、魔力感知を、最大限の精度で発動した。すると、相手の魔力が、つまり生命力が感知できた。それからは、生命感知でも相手が認識できるようになった。驚いた。よく覚えているな。そりゃあ、そうさ。こんな重要な手がかりを忘れるわけがない。ちゃんと記録もしてある。記録？そもそも、生命感知でも魔力感知でも、同じ色に見えるというのがおかしいんだ。その二つの技能は種類が違う。この世界のルールからするとね。なのに、同じような判別をする。それがおかしい。俺は、この世界の生まれじゃない。だけど、今はこの世界にいる。まあ、いいからお聞き。あんたがいた世界とこの世界は、ひどくよく似ている。多分あまりに異質な世界とは通路がつながらないんじゃないかと思う。けれど、よく似ていると言っても、やはり異世界だ。物の存在のありようも、現象が起きるその起き方も、同じではない。だから、すり合わせというか、適応が起きた。適応？あんたの能力は、この世界のルールに沿って修正されたのさ。何のことかわからん。前の世界で使えた能力は、この世界でも問題なく使えているぞ。あんたがこの世界に来て生命感知を使ったとき、最初人間は映らなかった。いや、二人は映ったんだ。その二人は魔法使いだった。へえ、そうだったのかい。魔力を持った人間は映ったんだね。だけど、魔力を持たない人間は映らなかった。それは、あんたにとってありえないことだった。生きた人間であるなら、必ず生命感知に移るはずだからね。だから、あんたは、移れ、と強く念じて、魔力感知を発動した。その場面で魔力感知を使ったということは、生命感知より、魔力感知の方が、精度が高いんだろうね。そうだ。魔力感知は、ごく近くでしか使えないが、精度をうんと上げることができる。念じたということは、祈ったということさね。あんたの祈りは、この世界の神々に届いた。神々に祈ったわけじゃない。じゃあ、この世界の法則の根源を司る働きの発動を促した、と言い換えておこうかね。とにかく、その結果、能力の作り替えというか、修正が起きた。能力の作り替えだと？生命感知や魔力感知は、魔力あるものを映し出す能力だ。魔力のないものは映らない。あんたの世界じゃ、生命を持つものには、必ず魔力があった。だから、生命感知や魔力感知には、生きている人間は必ず映る。ところが、この世界には魔力のない人間がいる。この世界のルールと、あんたの能力の定義が矛盾したわけだ。そこですり合わせが行われ、魔力のない人間は、薄い光で表示されるようになった。あんたは、それを、微弱な魔力だと解釈した。だけどそうじゃなかったんだよ。あんたの能力が、この世界のルールに適応して作り変えられたのさ。に、シーラの言うことをきちんと理解できたわけではないが、納得できる部分もあった。レカンは以前からおかしいとは思っていたのだ。エザクの前で、魔力感知を最大限に働かせて、エザクを認識できるようになり、
それからというものは、魔力感知でも生命感知でも問題なく、すべての人間を捉えることができるようになった。だが、どうして最初からできなかったのか。そこに違和感を覚えてはいたのだ。適応は他のとこでも起きてるよ。例えば魔法さ。魔法？あんたの世界じゃ、魔法は迷宮なんかで魔獣を倒して得られる技能なんだね。そうだ。あんたは随分いろんな迷宮でいろんな魔獣を倒したはずだ。だけど、あんたは自分には魔法は使えないと言った。ああ。魔法を得やすい魔獣をいくら倒しても魔法を習得できない人間がいるんだ。魔法への適性が低いんだな。これは、保有魔力の大小には関係ない。へえ、そうかい。この世界における魔法の適性ってのはね、どんなタイプの魔法を習得しやすいかってことなんだ。大きな魔力を持ってるのに、どんな魔法も覚えられないなんてことはありえないんだよ。おかげで、俺も魔法を使えるようになった。あんたは、この世界に来て、いつ魔法が使えるようになったと思ってるんだい。あんたに魔法を教えてもらった時だ。どうこうの魔法をな。それは違うよ。七。何？あの風を起こす技能だけどね。ああ。突風だな。その突風を目の前で何度か見せてもらったけどね。あれは、どう見ても魔法だったよ。いや。突風は魔力を使うが、魔法ではない。技能なんだ。あんたの世界じゃ、そうだったのかもしれないね。でも、この世界じゃ、あれは魔法だ。しかも、あんた、呪文使ってたじゃないか。ウィゼルとか言う。ああ。風よ、という意味だ。呪文によって発動し、魔力を消費して、現象を生じさせる技能だね。そりゃ、どう見ても、魔法以外のもんじゃないよ。この世界、じゃあね。だから、あんたは、その技能を使ったとき、この世界から魔法使いとして認定されたんだ。いや、他の何かの技能を使ったときかもしれないけどね。おう。理解が追いつかなかった。もっとも、レカンにとっては、その技能を使えれば、原理や法則などどうでもよかった。そして、この世界では、前の世界では、使えなかった魔法が使えるようになった。それで十分であり、それで満足していた。だから、シーラの説明は、あまりよくわからなかったが、わからねばならないとも思わなかった。そんなことどうでもいいって顔だね。まあ、いいさ。さて、ここからが本題だ。適応によって書き換えられるのは、機能だけじゃない。例えばあんたの肉体だ。何？あんたの肉体も、元の世界の法則から、この世界の法則に合うように作り変えられてるはずなのさ。多分その過程で、何がしかの強化や負荷が起きている。だから、オチビトは、強い、力や特別な能力を持つと言われるんだ。そういえば、この世界で目覚めてから、体が軽いと感じたな。そうだろうともさ。話は、一旦戻るけどね、1の月の31日に、あんたと話をして以来、私は、魔獣や妖魔と人間との存在の際について実験を重ねた。実験？あんたの生命感知では、魔獣や妖魔は青く、虫や鳥や獣や魚は緑に、そして、人間は赤く映し出されるという。ということは、魔獣や妖魔も生命なんだ。この技能が、どういう理由で生命感知と名付けられたか、俺は知らん。今のこの大陸、チャーネ、どんな分野の研究でも、妖魔、特に、魂鬼族の妖魔は生命とは呼ばない。それはそうだろうな。魔獣も、必ずしも、生命とは呼ばないものもいる。実際、岩石系の魔獣なんかは、とても生き物とは思えない。一般に魔獣という時は、妖魔も含めて言う場合が多いけど、魔獣の全部が生き物とは言えない。少なくとも人間が生き物であるような意味での生き物ではないというのが今の定説なんだ。人間と妖魔は同じじゃないだろう。でも生命感知には移る。まあ、そうだが。かつて、マプト国の最先端の研究者たちの間では、人間も獣も虫も魔獣も、それこそ、魂鬼族の妖魔も含めて、みんな生命だと言われていた。おお。というのはね、そうしたものを、細かく細かく見ていって、これ以上小さくすると、石や土の構成要素と変わらないというギリギリのところを見ると、みんな同じ形というか、要素になるんだ。大きさや組み合わさり方は違うけれど、質的には、全く同じと言っていいほどよく似た要素にね。それを、マプト国の研究者たちは、生命素子と呼んでいた。生命素子？命の小さな粒という意味さね。そうした研究者たちの間では、生命素子を持つ者は生命である、
という定義が常識になっていた。ほう。ところが相違点がわからなかった。巨星と人間は明らかに違う。人間は肉体を持って物を食べて生きるけれども、巨星は霧に浮かぶ幻のような存在で食事を必要としない。だから、巨星と人間の生命素子には何か違いがあるべきなんだ。だけど、その違いは見当たらない。話が見えんな。もう少し我慢してお聞き。とにかく、生命素子の違いを明らかにすることは、生命とは何かを明らかにしていく上で、とてつもなく重要な課題だったんだ。私は、このことを長年にわたって研究し続けてきた。でも才は見つからなかった。そんなものはないんじゃないかと思い始めていたとき、あんたに会った。そして、青、緑、赤という判別が可能だと知った。ということは、やっぱり、何か違いがあるんだ。私は、いろんな素材を切り刻んで実験した。だけど才は発見できなかった。今、何か、すごく恐ろしいことを聞いた気がするんだが。そこでひらめいたんだ。すでに才がある状態のものを観察しても、才が発見できないのなら、才が生じる瞬間を観察すればいいんじゃないかってね。才が生じる瞬間。幸い、その時、私の手元には、異世界のリューブルスの魔石があった。というか、もらう約束をしてた。だから、私は、ツボルトに出かけて、あんたから、ブルスの魔石をもらった。あれは素晴らしいものだったよ。この世界にまだ紐付けられていない上級粒子の魔石だ。私は、考えられる限りの観測装置と記録装置を準備して、ブルスを復活させた。8。ブルスを復活させただと。もちろん、完全な形での復活じゃないよ。ごく小さくて弱い、形ばかりの復活さ。それでも、完全体と同じ形質を備えているんだから、実験にはちょうどいい。まさか、魔石から魔獣を復活させることができるのか？そこからかい。普通の魔石は、魔獣の魔力の残滓だ。まあ、置き土産みたいなもんだ。だけど、ある程度以上の魔獣、実際には、ほぼ上級粒子に限られるけど、ある程度、以上の魔力量と魔力密度を持つ魔石を残す魔獣についての情報は、すべて、その魔石に含まれている。情報？要するに、上級粒子の魔石は、卵なのさ。掘っておけば、自然に魔力を蓄え、環境が整えば復活する。自然に復活するには、ひどく長い時間がかかるけど、今回は、無理やり魔力を注入し、擬似的に環境を整えて復活させた。何を言ってるのか、さっぱり理解できんが、あんたがとんでもない人で、とんでもないことをやっていたんだということは分かった。おだてるんじゃないよ。あ、そうだ。聞くのを忘れてたけど、魔石は生命感知には映らないだろうね。ああ、生命感知には映らない。魔力感知なら捉えることができるが。そうだろうね。そうでなくちゃいけない。魔石は生命素子を持たないんだからね。さて、ブルスが生まれ落ちる瞬間を記録し、何度か観察するうちに、ついに、私は答えを見つけた。ほう。螺旋さ。螺旋？竜巻のように、ぐるぐると立体的に巻いているのさ。生命素子ってのはその構成要素が螺旋のように並んでるんだ。ブルスが誕生した瞬間、その螺旋が生じた。左巻きの螺旋がね。ほう。気づいた時には、あっと声を上げたよ。それから、いろんな素材の生命素子の螺旋の向きを調べた。すると、魔獣は左巻き、人間は右巻き、獣や虫や魚や鳥は、両方が混じってた。こんな簡単なことだったんだよ。ほう、簡単だな。俺にはちっともわからんが。どうしてこんなことに気づかなかったんだろう。答えは、ずっと目の前にあったんだよ。数えきれないほど、それを観察してきたというのに、まさかこんなところに答えがあったなんてね。よかったな。潔いほど人ごとだね。とにかく、研究は一気に進展した。私は、私自身の生命素子を調べた。左巻きだったよ。魔獣あるいは妖魔だな。あんたは、気持ちがいいほど遠慮がないね。研究者向きかもしれないよ。さて、私は、次の段階に進むことを決意した。次の段階。螺旋の向きを変えるのさ。何？獣、虫、魚、鳥の生命素子は、さっきも言ったように、右巻きと左巻きが混じってる。これを、全部左巻きにするのは簡単だった。できるのか、そんなことが？ちっぽけな虫の生命素子を書き換えるだけで、びっくりするような魔力が必要だったけどね。できたさ。ただし、
生命素子の書き換えをした生き物は長くは生きられなかった。これは右巻き左巻き両方の生命素子を持つことで得られていたある種の力が失われたためだったと分かった。多分その力がアンタの生命感知には緑色として認識されたんだろうね。ふん。だけど左巻きの生命素子を右巻きに変えるのはなかなか成功しなかった。私はふと思いついて、普通の魔法使いが魔力を込めた杖を使って実験してみた。すると成功した。ほう。糸口がつかめたんで、その後の検証ははかどったさ。左巻きを右巻きに変える庭魔石から得た魔力ではダメで、人間の魔力ならうまくいった。ただし一度魔石に蓄積した場合は人間の魔力でもダメだった。そして複数の魔法使いの魔力を混ぜると成功率が落ちた。実験対象が持っている魔力が大きければ大きいほど書き換えに必要な魔力も大きくなった。魔石の魔力と人間の魔力に質的な違いがあるのか。魔力の質というより力の方向の問題だと思う。とにかく生命感知で青色に映るものから発した魔力では左巻きから右巻きへの書き換えはできないってこったね。頭が痛くなってきた。この話はまだ続くのか。少し端折って話すと、私の生命素子を右巻きに戻すには上級粒子並みの、しかも魔獣由来ではない単一の魔力が必要だと分かった。何？そんなことを考えていたのか。しかし、上級粒子並みの魔力を持った人間なんて、いるわけがない。あんた自身を除けばな。ところが、私の魔力じゃダメなんだ。しかも、魔力量は、私の持ってる魔力よりずっと多くないといけない。そりゃ無理だ。そうだね。この世界に限って言えばね。でも、あんたは、バリフォアの魔石を持ってた。あれは魔獣だろう。この世界では、まだ魔獣になっていないんだよ。この世界のどの事象とも、まだ紐付き消されていない力が、あれにはこもっていた。あれを使えば、私は、自分の生命素子を右巻きに書き換えられると考えた。そして、その推測は正しかった。試みは成功したのさ。9。レカンは、深いため息をついて、椅子に、深く体を沈めた。そして、カップを手に取って、すっかり冷めた茶を口に含んだ。冷めてはいたが、味わい深い茶だ。成功した、だと？そうか。それでか。それにしても、随分危ない橋を渡ったんだな。そうともさ。だけど私は勝った。何に勝ったんだ？あんたにさ。何？改めてあんたに聞くよ。私は人間の子として生まれ、人間の子として育ち、今も人間としての記憶と思考と感情と肉体を持っている。そしてあんたの生命感知は私を赤く映しているはずさ。そうじゃないかい？ああ、確かに赤い。そうだろうともさ。そして今やジョーカーは私を害さない。私を癒す。さあ、あんたの基準で言えば私は人間かい？レカンはしばらく沈黙した後、答えを出した。あんたは人間だ。シーラは笑った。会心の笑みだ。あんたの口からそれを言わせたかったのさ。あんたが赤かろうが青かろうが、俺にとっては師匠であり恩人であることは変わらない。それとこれとは別さ。あんたは面と向かって私を妖魔呼ばわりして、今も生きてる唯一の人間が。私は、私が人間であることを、絶対にあんたに認めさせたいと願った。その願いが叶ったわけさ。そして、私は、生命の秘密に、また一歩近づけた。今日はめでたいさ。あ、そういえば、あんた左目が潰れたままだったね。お祝いに、ジョーカーをかけてあげようか？シーラは、細杖を取り出すと、レカンに向けた。ほら、最上級のジョーカーだよ。多分、その目は見えるようになる。嬉しいだろ。細杖をレカンに向けたまま、その先をフレフレと動かした。かけてほしいかい？え、なんだって？あら、そうか。あんたは、枝ちゃんの成長を待つんだったっけか。でも、手が滑りそうだよ。ジョーカー。杖の先に、青い光が生じた。その光はレカンの顔の前に飛んできて、くるくると回っている。うりうり。シーラはとても楽しそうだった。その笑顔に腹が立った。このクソババアめ。同情なんかするんじゃなかった。もう、二度と同情なんかせんぞ。こいつのしぶとさと性格の悪さは筋金入りだ。あっはっは。今日は気分がいいね。さてと。ちょうど飲み頃になったかね。
ちょっと待っといで。奥に入ったシーラは、ワインとグラスと皿を持って現れた。ワインの栓は抜いてある。空気を吸わせていたのだろう。皿には、干し肉や豆などが乗っている。シーラは、二つのグラスにワインを注いだ。さ、乾杯だ。シーラに合わせて、レカンもグラスを持ち上げた。私の人間復帰に。超浄土。大魔導士エルシーラの復活に。超浄土。シーラは、グラス一杯のワインをそのまま飲み干してしまった。うまいね。レカンは、シーラのグラスにワインを注いだ。バリフォアの魔石はどうなったんだ？粉々だよ。なるほど。ブルスはどうなってるんだ？生きてるよ。ちっこいけどね。ほう。どこにいるんだ？さてね。どこだろうね。ジリュートロンの魔石は何に使ったんだ？まさかテロンも復活させたのか。あ、それだ。あんた、私に嘘をついたね。嘘をついた覚えはないな。能力を隠したことはあるが。トロンの素材は何一つ残っていないってあんたは言ったね。ああ。素材を取る前に魔石を取った。トゲが残ってたじゃないか。何？ああ、トゲか。あれは本体が消えても消えなかったんだったかな。生きてる時に体から射出したんなら本体が滅んでもトゲは残るに決まってるだろう。そういうルールなのか。で、なんであんたがトゲのことを知ってる？ザイドモール家の使いがあれをチェーニー商店に売り込んだのさ。チェーニーは金になる品だとは思ったけど、何なのかはわからなかった。あれは鑑定するのも難しいからね。それで私に相談してきた。相談できたということは、チェーニーはシーラの連絡先を知っていたということだ。それとも、シーラの方で時々連絡を取っていたのかもしれない。あのトゲは武器として使っても一級品だし、何と言っても魔法防御には最高だからね。数を揃えれば、とんでもない威力を発揮するよ。魔法防御？あんた、トロンと戦ったんだから知ってるだろう。あれの何が手強いと言って、魔法無効が始末に負えない。魔法無効？あんた、本当にトロンと戦ったのかい？その頃、俺は、攻撃魔法は使えなかった。あ、そうだったっけか。あのね、トロンには魔法が効かないんだ。体に触れる寸前で消えちまう。特に、トゲは、魔法を消滅させる効果が高くてね。トゲを削り出した剣か槍を構えてたら、大抵の魔法攻撃は消えちまうか、少なくとも威力を半減させられる。ほう。そうなのか。そういえば、トロンのトゲに腹を突き破られた時、突風が一瞬消えたような気がした。そして、体から力が抜けていくような感じがした。魔法防御のできる温調品や魔道具はいろいろあるけど、ある程度以上の攻撃は通してしまうし、魔力が切れたらそれで終わりだからね。ところが、トロンのトゲは障壁を張るわけじゃなく、ただ魔法を消滅させちまうだけだから、かなり威力の大きな魔法にも有効だし、魔力を消費するわけじゃないから効果が消えることはない。高く売れそうだな。売れるよ。ただし、売る相手は選ばなくちゃならない。品の価値を分かって有効に使える裕福な相手じゃないとね。そういえば、チェーニーはワズロフ家に出入りを許されたと言ってたな。俺のおかげだと礼を言っていたが、トロンのトゲをワズロフ家に売り込んだのかもしれんな。レカンはトロンと戦ったことをザイドモール家の人々には話していない。たまたま発見したのだろう。かなりの数のトゲをトロンは放ったはずだ。それがザイドモール家の収入になったとすれば、それはいいことだ。武器として使うんなら、槍や剣にした方が本数が増えて防御範囲が広がる。と言っても、あれの加工ができる職人はちょっといないだろうからね。私の方で槍や剣に加工してやることになったよ。その代わりトゲを何本かもらった。あれは前から欲しいと思ってたんだ。ヤックルベンドにもトゲを2本やったんだけどね。ひどく喜んでたよ。その話題には乗りたくなかったので、聞かなかったことにした。チュー。その剣、俺も一本欲しいな。そう言うと思ったよ。ほら、持っていきな。どこからともなくシーラは剣を取り出した。鞘はないのか？それは自分で何とかしな。まあチェーニーが売るのでも、鞘は自分であつらえるんだろうな。ふーん。あのトゲが、こんな綺麗な剣になるのか。見ての通り歯がないから切れないけど、好きはいけるよ。なんと言っても折れにくいのがいいね。このぐらいの剣だと、あのトゲ一本から何本も作れるだろうな。小さいトゲでも、トゲ一本で
剣4本は取れるね。大きいトゲだと7本か9本ぐらい取れる。槍だと2本か4本ってとこだね。4本、穂先だけでいいんならもっと取れるだろう。それじゃ魔法防御力が落ちるよ。ああ、なるほど。レカンはその剣を収納にしまった。で、チェーニーには話していいのかい？何をだ？このトロンのトゲがあんたの置き土産だってことをさ。別にそんなことを言う必要もないだろう。そうかい。で、こいつが何だって？机の上に置いたままの混沌のマローの魔石をシーラは指し示した。だから、ジタ・モルフェス同士からあんたへの贈り物だ。レカンはシーラに経緯を説明した。ふん。まあ、いいか。くれると言うならもらっとこうかね。そういえば、あんたに頼みがあった。へえ、なんだろうね。今日は気分がいいから、大抵のことは聞いてあげるよ。レカンは、白煙狼の毛皮を取り出した。テーブルの上には置くだけの場所が空いていない。手に持ったままで聞いた。これで、俺の皮鎧を作ってもらえないか。あ、やっぱり手に入れたんだ。もう襲われたかい？知ってたんだな。なぜ教えてくれなかった？とりあえず、その毛皮を、そっちの部屋の机の上に置いてきな。皮鎧の剣は引き受けたから。あと、余った歯切れは私がもらうよ。レカンは、部屋の中に入って、机の上に毛皮を置き、再びベランダに出た。そして、椅子に座り、ワインを飲んで気持ちを落ち着けた。で、教えるって、何をだい？この毛皮を持っていると、白煙狼に襲われるんだな。死ぬところだった。生き延びられてよかったね。あれは一体何なんだ？俺は恨まれてるのか？あれはね、遊び相手を探してるのさ。遊び相手だと？パルシモ迷宮に強い奴が入ると、最下層に白煙狼の分身が出ることがある。そいつを倒して毛皮を持っていると、時々本体が遊びに来るんだ。自分の分身を倒せるくらいの奴なら遊び相手になると思ってるんじゃないのかね。ということは、また出てくるんだな。手を替え品を替えて戦いを挑んでくると思うよ。この毛皮を手放せば、襲われなくなるのか？多分、ダメだね。もう目をつけられてるよ。あんたは、今は迷宮に潜らないが、以前はいろんな迷宮に潜ったはずだ。え？そんなことを話したかね。だが、パルシモ迷宮には潜ったことがない。そうだろう。ないね。それは、あそこを踏破すると白煙狼につきまとわれるからだ。違うか？弟子が賢くなってきてるみたいで、師匠としては嬉しいよ。そういえば、白煙狼にツボルトで得た狼おにぎりが効かなかったんだが。白煙狼クロフは神獣だ。狼鬼族じゃない。だから効かなくて当たり前さ。そうなのか。待てよ。そうすると、万竜斬りが効かない竜もいるのか？万竜斬りが効くのは、普通の地竜族、飛竜族、火竜族に対してだったと思うよ。竜種特殊個体には効かないはずさ。あれも、広く言えば神獣のうちだからね。何？じゃあ、万竜斬りは、地竜トロンには効果がないのか？ないと思うよ。白煙狼の名はグロフというのか。どうすれば、あれにつきまとわれなくなるんだ？さあねえ。あれにつきまとわれて殺されちまった奴の話を聞いたことがある。生き延びて強くなり、王や英雄になった奴の話も聞いたことがある。でも、どうすれば出てこなくなるかについては、聞いたことがないね。いや、待ちな。一つあった。襲われない手があるのか？白煙狼は、人目につくのを嫌うようだから、ずっと街中にいて、大勢の人間に囲まれていれば、出てこないんじゃないかね。多分。そんな暮らしは嫌だが、そうか、誰かと一緒にいるときには出てこないのか。確実な話じゃないよ。あれは、よくわからない存在なんだ。あんたにもわからないことがあるんだな。研究すればするほど、いろんなことを知れば知るほど、わからないことは増えるんだ。あたしぐらい長生きしてるとね、世界はわからないことだらけさ。長生き、か。どうかしたのかい。あんたは不死者ではなくなったんだな。そういうこったね。あとどれくらい生きられるんだ？さあねえ。あたしには、浄化もある。薬師としての知識もある。あと30年、ひょっとすると50年ぐらい生きられるかもしれないね。そうか。そういえば、浄化を使えるようになったことをスカラベルに教えてやったら喜ぶんじゃないか。あんたにしては、よく気が回ったね。近々スカラベルを訪ねるつもりさ。
何？じゃあ、オートに行くのか？そうさ。あんたも来るかい？断る。さて、一番大事な要件が残っている。え？なんだろうね。神不樹の冠だ。調べたいことというのは、もう調べ終わったか？ああ。一段落ついたよ。では、もらおう。わかったよ。シーラはどこからともなく、その品を取り出した。これが神不樹の冠さ。11。それは金属の頭飾りだった。葉のついた枝をくるくると丸めたような衣装で、緑がかった銀色の光を放っている。レカンが今までに見た資源の温調品の中では、抜きんでて洒落た品だ。とはいえ、格別の価値がある品のようには見えない。ところどころに刻まれた文様は、不使用の指輪や暗記の呪符や白魔の足輪に刻まれた文様に似ている。レカンは、細杖を出すと、呼吸を整え、テルミンから習った準備詠唱を行って、鑑定の魔法を行使した。名前、神不樹の冠。品名、サークレット。出現場所、パルシモ迷宮151階層。震度、151。音調、空虚。空虚、真の像が10回打つ時間、装着者の攻撃に対する相手の防御力が生じする。効果範囲は100歩。発動呪文はニコラ・リワード。この音調は、1日に1度だけ発動する。この音調は女だけが発動できる。この音調は、命あるものとその装備品に対してだけ効果を持つ。おいこら。師匠に対して、なんて口の利き方だろうね。この音調は女だけが発動できるというのは、何の冗談だ。冗談じゃないと思うよ。この音調品は、男には発動できないのか。少なくとも、マハザール王陛下には発動できなかったね。だから私に可視されたんだけどね。マハザール王というのは、ワプト国を繁栄の頂点に導いた剣王であり、破滅のきっかけを作った愚王でもある。そして、多分、シーラが主君と仰いだ唯一の人物だ。俺がこんなものを手に入れて、何の役に立つと言うんだ。そんなこと知らないよ。欲しがったのはあんただろうに。今までの資源の温調品には、性別による制限などなかった。だから、こんな落とし穴があるなど考えもしなかった。レカンは、怒りと興奮を鎮めて、冷静な思考を取り戻そうと努めた。貴重な品であることは間違いない。性能は破格だ。持っておいて損な品じゃない。枝に装着させるか。枝ならこれを使えるだろう。いざという時、絶大な突破力が得られる。それが、枝の命を救うかもしれん。だが、この恩寵は、守りの品ではなく、攻撃の品だ。殺戮の品だ。実際に使った場合、多分、ひどく凄惨なことになるような気がする。ダメだな。枝にはこれを使わせるべきではない。期待していただけに落胆は大きい。込み上げてくる憤りも抑えられない。シーラは、この恩寵品は、女にしか使えない制限がついてるから、あんたが手に入れても、あんた自身は使えないよ、と教えてくれてもよかったはずだ。だがシーラは教えてくれなかった。それは騙したのと同じではないのか。ゾルタン。あんたがここにいたら、どう言うんだろうな。まあ、酒でもいっぱいやれ、話はそれからだ、とでも言うのかな。目の前に、ワインの入ったグラスがある。レカンは、グラスを持ち上げ、じっくりワインを飲み干した。うまいワインだった。口の中に残る好奇と、喉を流れてゆく心地と、腹に生じたぬくもりを、レカンは、目を閉じてゆっくり味わった。体中に酔いが染み渡っていく感覚が、なんとも心地よい。そして、干し肉をかじり、ワインを、もう、いっぱいついで一口飲んだ。いつの間にか、心はすっかり落ち着いていた。シーラは、この品を手放したくないように見えた。多分、シーラは、今でもマハザール王を敬愛しているんだろうな。その王の形見のようなものなのかな。シーラの事情や思いなど知ろうともせず、いきなり、この品を要求したのは俺の方だった。あれは、シーラの心を傷つけたかもしれん。もう一口ワインを飲んで、神不樹の冠を、シーラの方に押し合った。俺の見込み違いだった。この運調品を、俺は使いこなすことができん。交換条件にする前に、鑑定ぐらいはしておくべきだったな。それに、この品が交換条件にふさわしいか、あんたの意見を聞くべきだった。俺に手落ちがあった。これはあんたに返す。バリフォアの魔石の対価は、預けておく。シーラが、驚いたような顔をした。あんた、少し変わったね。
そうかな。ちょっと待っておいで。次のワインを持ってくるから。夕闇が落ちかかるまで、二人は話をし、ワインを飲んだ。合計で、四本のワインが空になった。飲んだのはほとんどレカンだ。パルシモであったことを報告した。ジザの豪快な暴れぶりを聞いて、シーラは声を立てて笑った。ジザとの会話の中で枝が見せた基地には、大いに感心した。白魔の足輪を見せ、手に入れたいきさつも説明した。チェーニーの怒りようを聞いて、うんうんとうなずきながら、シーラは楽しそうにワインを飲んだ。楽しい夕べとなった。そして、レカンは、シーラに別れを告げ、ほろ酔い気分で、壁や屋根の上を飛び移っていった。このアトゴンクール邸で、悪夢のような知らせを聞くことになるとは思いもせずに。12。ゴンクール家で、レカンはノーマに迎えられた。ノーマの後ろには、羊補佐の若い男が控えているが、ジンガーはいない。お帰り、レカン。ああ、ただいま。帰ってきたばかりで申し訳ないが、ちょうどよかった。大事な話があるんだ。それはいいが、腹が減った。何か食いながらでいいかな。わかった。すぐに用意させる。すまないが、今日は、本館の方で食事をしてもらえるかな。そして、私とジンガーとフィンディンの他に、もう一人同席させてもらいたい。おう？誰だ？騎士リーガン・ノートスだ。何？なんであいつがここにいる？騎士リーガンは、ワズロフ家の高位の騎士であり、マンフリーの側近の一人だ。レカンも、何度も顔を合わせている。ワズロフ家の使者として来たんだよ。今、ジンガーが相手をしている。ちょっと困ったことが起きてしまってね。まさか、枝に何かあったのか。危険なことが起きたわけじゃない。むしろ名誉なことだ。ただ、君がどう思うかはまた別だからね。直ちに、食卓の準備がなされ、レカンとノーマとキシリーガンとジンガーが席に着いた。フィンディンは、立ったまま後ろに控えている。レカンは、強い酒を選んだ。食いと煽って、料理を口に運び、しばらくして腹が落ち着いた。さて、ノーマ。何があったんだ？うん。リーガン殿の話によれば、王家から、ワズロフ家に対し、ポウケンシャレカンを王宮に差し向けるようにとの使いが来た。正式の直使だ。何？王家が、俺に何の用がある。ある日、枝が、ヘレス殿と、王との食器店で買い物をした。その時偶然、弓の神殿総神殿の女神館と出会った。その女神館は、薬生訪問団に参加していた人物でね。枝を見かけてとても喜び、ぜひ、神殿にお越しいただきたいと言い出した。ふん？それで？枝は、除細ない言い方で、正体を謝絶した。ヘレス殿も、ラインザッツ家の家名を持ち出しつつ、オートで、特定の神殿に枝を差し向けるつもりはないと示唆した。その場はそれで済んだ。その後何があったんだ？女神館は、弓の巣神殿総神殿長と、スカラベル様に、薬生の癒し手が今、オートにいると報告した。なんと、スカラベル同士は、贈り物を持って、ラインザッツ邸を訪問されたんだよ。恩人である枝殿に礼を言うためだとおっしゃってね。義理がたいじいさんだな。一方、弓の巣総神殿長は、食器店で、枝とヘレス殿が、どんな品を選んだのかを調べた。実は、ヘレス殿は、私たちへの結婚祝いの食器を選んでいたんだ。弓の巣神殿長は、枝が誰かと結婚する予定であるということを知った。高級店だろうに、口が軽いな。相手が神殿だからね。しかも、弓の巣神殿総神殿の神殿長といえば、この国では、エレクス神殿総神殿の神殿長に次いで序列の高い神官だ。口も軽くなるさ。さて、総神殿長は、枝が、マシャジャインの弓の巣神殿で、祝福の儀を行ったことは知っていた。ここで問題なのが、マシャジャインの弓の巣神殿長と、王都の弓の巣総神殿長の関係だ。うん？序列ははっきりしているんだろう。序列から言えば、もちろん総神殿長が上だ。しかし、王都には、九大神殿の総神殿があり、弓の巣総神殿長は、その中の一人に過ぎない。それに対して、マシャジャインの神殿長は、大都市マシャジャイン最高位の神官で、裁量権も、広く財的にも豊かだ。だから、この二人は、常に反目してきた。というと言い過ぎかな。張り合ってきた。分かってきた。そんな中、北方の聖女と呼ばれる城下持ちが、マシャジャインの弓の巣神殿に参拝し、祝福の儀を行ったんだ。うちでもそれをしろ、と考えたわけだな。そういうことだ。だが、
ラインジャッツ家相手に強気には出られない。そこで、弓の裾を神殿長は最小符を動かした。薬聖様の健康回復に寄与した聖女枝殿が結婚されるにつき、王宮で祝いの儀を行い、王陛下から記念の品が下布されるという案内を出させようとしたんだ。もちろん、これは王陛下のお名前をお借りするだけのことなんだけどね。だが、王の名で呼び出されれば、王宮に行かないわけにはいかんだろうな。その通り。そして、祝いの儀は弓の裾神殿総神殿が仕切る。一度王宮に連れ込んでしまえば、その後はどうとでもできると思ったんだろうね。枝は王宮に行ったのか。この時は行かずに済んだ。ワズロフ家が介入したんだ。ラインザッツ家から連絡を受けて、ワズロフ家は、火災のフジスル殿を王都に派遣した。フジスル殿は最小府に乗り込んで、枝殿は、ワズロフ家当主の十姉妹である霊城の馬姫と共に、異世界の貴族レカン殿に嫁ぐのであり、今マシャジャインの弓の裾神殿で結婚式を取り行うべく準備を進めているところであるから、王陛下がお祝いくださるなら、マシャジャインに使者をお差し向けくださいと告げた。うん？よくわからんぞ。簡単に言えば、ワズロフ家の姫の結婚式だというのに、祝いを言うために、当人を役人ごときが呼びつけるとは何事だ。そっちが来い。それも、正式の勅使を公爵家当主によこせ、と言ったわけだね。なるほど。よくわかった。まさかワズロフ家が当事者だと思わなかった弓の裾神殿総神殿長は大いに慌てただろうね。ところが、ここで思わぬ事態が起きた。王陛下その人のお耳に届いてしまったんだ。王の名で祝うんだから、最初から耳に届いていたんじゃないのか？そうではなかったようだ。雑多な報告書の中に紛れ込んでいたのかもしれないし、そもそもそんな些細なことは、役人が処理するものなのかもしれない。とにかく、王陛下は、スカラベル様が、恩人の少女を訪問したことを聞いておられて、枝に関心を持っておられたんだろうね。ある被災小閣下に、ご家紋になられた。スカラベルを助けたという少女は、今どうしておるかと。こうなると最小閣下もお答えしないわけにはいかない。近々結婚するそうです、と報告したわけだな。そうだ。そして、王陛下の名で祝いを言うべく、王宮に、その少女を呼びつけたことをね。しかも、その相手の冒険者レカンという名を、陛下はご記憶になっておられた。こうおっしゃったそうだ。その者は、もしや、ツボルトとパルシモの二つの大迷宮を踏破した冒険者ではないか、とね。そんな情報が届いてるんだな。景気のいい話だからね。というか、君は、それが、どれほどの偉業か理解しておいた方がいい。さて、そこで、王陛下は、がぜん、レカンに興味をかきたてられた。そしてこうお命じになったんだ。冒険者レカンと、その婚約者である二人の姫を、王宮に召し出すがよい。よじきじきに、祝いの言葉を与えるであろう。何？ワズロフ家に勅使が訪れ、私も君も枝も、王陛下じきじきのご命によって、王宮に呼び出された。君が王都に行きたくないと思っていることは知っている。でもこれは断れない。私と一緒に王都に行ってくれないか。13. レカンの心に強い拒否感が湧き上がってきた。ヤックルベンドのいる王都になど行きたくない。落ち着け。心を静めるんだ。レカンは強い酒を口に運び、ゆっくり喉に流し込んだ。酒が喉を焼く刺激に身を委ねる。そして長いため息をついた。現状では、枝を人質に取られているようなものだ。見捨てるという選択肢はない。かといって、力ずくで、枝を王都から連れ出すのは難しいだろう。連れ出すことができたとしても、この国では暮らせなくなる。しかも、ノーマやマンフリーも罪に問われる。ここは、腹をくくるしかない。よし、王都に行ってやろうじゃないか。そうとして、少しでも危険を減らすにはどうしたらいい。しばらくして、レカンは顔を上げた。誰もが、レカンに眼差しを向け、答えを待っている。わかった。王都に行こう。場の空気が一気に弛緩した。キシリーガンは汗を拭いている。ここで、レカンがうんと言わなければ、彼は主君に顔向けできない。ノーマ。王都での滞在を、できるだけ短くしたい。うん。わかった。レカンにはワズロフ家に滞在してもらい、謁見の日時に合わせて王都入りしてもらい、謁見終了後、直ちに王都から退出してもらえるよう、取り計らうよ。頼む。それから、俺が王宮に行くことは秘密にできるかな。レカン。それは難しい。というか不可能だ。王宮側が、今度のことを、どの程度、
どういった階層の人々に知らせるか、こちらで制御はできない。トマト卿が、どの程度の情報網を張り巡らせているかもわからない。むしろ、ここは大っぴらにやるべきだ。うん？ワズロフ家の家人として、ワズロフ家の護衛に守られて王宮入りし、ワズロフ家の護衛に守られてマシャジャインに戻るのがいいと思う。そうすれば、さすがのトマト卿も、手出しはできないだろう。とにかく、レカンと私とエガは、護衛隊と、常に一緒にいることだ。堂々と越権に臨もう。堂々と、か。なるほどな。ノーマがそう言うならそうしよう。レカン殿。私は、一足先にマシャジャインに帰り、主君に報告するとともに、レカン殿をお迎えする体制を整えます。よろしく頼む。ノーマ様。何か受けたまわっておくべきことがありましょうか。護衛隊には、できるだけ、身分の高い人を入れていただきたいと、マンフリー様にお伝え願いたい。承知いたしました。では、私はこれで。キシリーガンは立ち上がって一礼し、部屋を出て行った。夜だというのに、これから出発する気なのか？その後リカンは、ゆっくり食事をとった。すっかり遅くなって、池のほとりの別邸に向かった。ノーマも一緒だ。ドアを開けると、ジェリコがいた。やあ、ジェリコ。ただいま。うほうほう。お前に土産があるぞ。ほら。これだ。レカンは赤く丸い果物を取り出して、ジェリコに渡した。マンフリーに相談して手に入れた珍しい果物だ。急なことなので、一個しか手に入らなかった。どうだ。これは、モルゴンという南方の果物で、長腕猿が鳴いて喜ぶ好物なんだそうだ。ちょっと小さいが、お前一人には十分や。ジェリコの後ろにユリイカがいるのに、レカンは気づいた。ユリイカのことは、全く忘れていたのだ。うほう。小声でユリイカが挨拶してきた。ああ。ただいま。ユリイカが悲しそうな目で、ジェリコの持つモルゴンを見た。ジェリコは、ユリイカの肩を抱いて慰めると、手に持ったモルゴンをユリイカに差し出した。ユリイカは、それを、ジェリコの方に押し返した。ジェリコは、それを、もう一度ユリイカに押し合った。ユリイカは、感謝の眼差しをジェリコに向けた。ジェリコは、ユリイカの肩を抱いたまま向きを変え、自分たちの部屋に向かって歩き始めた。あ、中途半端に右手を上げながら、レカンは何かを言おうとした。だが、言うべき言葉がない。ジェリコは、立ち止まって肩越しに振り返り、優しい笑顔をレカンに向けた。ほうほう。それは、終身の挨拶なのか、それとも土産への謝礼なのか、とレカンが考えていると、レカンの後ろで、ノーマが挨拶をした。おやすみ、ジェリコ、ユリイカ。ほう。ユリイカも振り返って、終身の挨拶をした。呆然と立ち尽くすレカンの背中を、ノーマが手のひらで温めた。二人は二階に上がり、レカンは、自分の部屋に入った。ベッドに横たわったレカンだったが、しばらく眠れずにいると、何かに呼ばれたような気がした。ベッドの上で身を起こし、生命感知で周囲を探ると、巨大な赤い光が映った。リーコネン地区のあたりだ。シーラの呼び出しか？服を身につけ、自分に隠蔽をかけると、レカンは夜の闇の中に躍り出た。やあ、すまないね。こんな時間に呼び出して。何かあったのか？神不樹の冠の代わりに、こいつじゃあどうかと思ってね。シーラは小さな箱を差し出した。受け取って開けてみると、赤い宝玉と青い宝玉が入っていた。これは？鑑定してみな。レカンは、細杖を取り出し、丁寧に準備衣装をして、鑑定の魔法を行使した。何？読めんぞ。今のあんたでも無理なんだね。それには、鑑定無効の術式が組み込まれててね。これは一体なんだ？リーンの魔鏡だよ。金属盾や金属鎧に装着できて、呪文を唱えると、心臓が10回打つほどの時間相手の魔法攻撃を反射する。一度使うと3日間使えないけど、儀式魔法でも反射できる一品さね。何？これは温調品なのか？そうじゃないよ。これを作ったのは、私の師匠の一人リーン・ウェスティル同士さ。シーラの師匠殿か。こういう魔道具もあったんだな。レカンが元いた世界の不要に近い。そして性能は破格だ。今は、こういうのは見かけないね。私にも、こういうのは作れない。それで、こいつを受け取るかい？受け取るんなら、盾か金属鎧を出しな。これは温調品にもつけられるのか？つけられるよ。でも、万に一つは失敗することもある。
その場合、この魔境も運調品も失われる。なら、これにつけてくれ。レカンは、ボルカンの盾を取り出した。そう言うと思ったよ。その盾をテーブルに置きな。レカンが、盾をテーブルに置くと、シーラは、赤い宝玉を、盾の中央に乗せ、手をかざして呪文を唱え始めた。そして、シーラがかざした手から魔力を放出すると、赤い宝玉は、まばゆい光を放ち、次の瞬間には溶けるように盾に吸い込まれた。やれやれ、うまくいったよ。あとは、その青い宝玉を身につけて、ワルドナと唱えればいい。反射って意味さ。あと、この盾に当たらなかった攻撃は反射しないからね。いいものが手に入った。礼を言う。レカンには、インテュアドロの首飾りがある。だが、白煙狼のような敵を相手取れば、たちまち魔力を消費し尽くして、障壁は消滅してしまう。そういう時、これが切り札になる。いよいよオートに行かなくてはならない。ヤックルベンドには合わないつもりだ。多分シーラに匹敵するような怪物で、レカンを絶好の実験材料とみなしている存在だ。会えば6で7犬に合わされる。だが、どうも嫌な予感がする。そして、嫌な予感というものは当たりもゆら。第48話、復活、ガン。チャンネル登録よろしくお願いします。終わります。